Peggy 16.作っている自分で言うのもなんですけども、このゲームを遊んでいる中で毎回遊ぶたびに同じ結果になるということがとても少ないゲームだと思っています。なので自分で1回通ってきている道であっても2回目3回目とやるたびに新しい発見であったり驚きがある中で、自分が想像してないタイミングで敵が出てきてしまうことっていうのが多々あります。なので自分でチェックしてるだけのつもりであるにもかかわらず、毎度普通に遊んでるみたいに驚いてしまうことも結構あってですね、その毎回遊ぶこの違いがあるっていうのがとても大きな魅力になってるんじゃないかなと思っています。はい、そうですね、レイチェルとスキャクデッドの戦いというものが僕はすごく気に入ってるんですけども、特にレイチェル戦の方ですね。まあこれは声の方も怖いんですけども、BGM の方もシリーズで一番怖い音楽になるみたいな気持ちで作りました。でテンポがですね途中でどんどん速くなって追い立てるような感じになったりとか、楽器のピッチがどんどんむちゃくちゃに変化していくとはですね、そういった制作も工夫して、より怖さっていうのを表現して、皆さんに怖がっていただけるようにしてますので、楽しんでいただけるかと思います。はい、こちらはですね、原点回帰っていうところにもつながるんですけども、限定された空間っていうのをじわじわと探索していくみたいなところっていうのに、ちょっとホラーの醍醐味っていうのがあるのかなと思ってます。で曲もですね、もちろんびっくりさせるシーンっていうのも多いんですけども、あえてですね不安な雰囲気の中でクリーチャーが突然出てきたりとかで、そこで、あえて音楽は変化させずに、怖い音楽の中で戦いをしていただくとか、そういったじわじわした演出っていうところが、ホラーになってるんじゃないでしょうか。